川瀬日で日常を少しリッチな気分に。こんにちは、ハレリアチャンネルのブッチです。このチャンネルでは川と暮らすをテーマに、川製品のお手入れや実験レビューなど川製品に関することを発信しています。ということで本日の動画はこちら、コロンブスの豚毛ブラシとダイソーの豚毛ブラシを使い比べてみたということで動画をお届けしようと思います。今日の動画は結構サクッとしたお手入れ動画になっております。ちょっと前にこの社長からコロンブスさんの豚毛ブラシをいただきまして、これ何に使おうかなと思って考えたんですけども、そういやダイソーさんの豚毛ブラシ結構使ってるし優秀やし、これ比べたら仕上がり変わるんかなと思って気になったんで、ちょっと今日は撮っていきたいと思います。言わずと知れた有名メーカーさんから出てる革製品のお手入れ用の豚毛ブラシになってます。で対するはいつも使ってる110円のダイソーさんの豚毛ブラシです。パッと見は何がちゃうねんぐらい一緒なんですけども、もしこれでこちらのブラシがめちゃくちゃツヤ出たりとか、クリームが浸透していってめっちゃ革がええ感じになって、ダイソーさんがいつも通りとかなったら、やっぱり専用品すごいんやなってなりますし、逆に同じぐらいの仕上がりになったらやっぱこの子すごいんやっていう風になりますし、ちょっとそのあたりね、大丈夫これ炎上せえへんから大丈夫かな、でもちょっとこう気になるんで、そのあたりを比べてみたいと思っております。よかったら今日も最後まで見ていってくださいということで、本日もよろしくお願いいたします。はい、そしたら早速こちらのコロンブスさんの豚毛ブラシとダイソーさんの豚毛ブラシの使い比べしていきたいと思います。フラップレザーを使ったラウンドの長財布を使っていきます。革の状態は両面とも同じような感じですね。傷が若干ついて乾燥も少しはしてるんですけども、そこまでこうパッサパサではないっていうような状態のお財布です。ツヤの感じっていうのも両面そんなに変わらないですね。お手入れ前の段階として共通条件で馬毛ブラシを使ってホコリ取りをして、その後にヌメ革専用のレザークリームを塗って、最後に豚毛ブラシを片面ずつ使って仕上げていきたいと思います。メインはこちらのブラシになるんで、前段階の準備っていうのはちょっとサクッとやって早送りかカットで全飛ばししていきたいと思います。そしたら最初に馬毛ブラシでホコリ取りしていきたいと思います。ホコリ取り完了です。馬毛ブラシを使ってブラッシングした分、さっきよりちょっとツヤが出ちゃったんで申し訳ないんですけども、このツヤがどれぐらい変わっていくのかっていうのも見ものですね。両面にこの後はクリーム塗っていきたいと思います。はい、じゃあクリーム塗っていきます。今回使うのはハレルヤから登場してるレザークリームを塗っていきます。はい、両面クリーム塗り終わりました。なるべく同じ量で同じぐらいの回数を塗ったつもりなんですけど、やっぱちょっと塗り方によって若干ムラの感じが違いますね。ツヤ感っていうのはほぼ同じかなと思います。まずはこの引き手がこっちにある方、この面にダイソーさんの豚毛ブラシを使ってみて、反対面にコロンブスさんの豚毛ブラシを使っていきたいと思います。まずはいつも使ってるこっちのダイソーさんの豚毛ブラシをこっちの面にかけて仕上げていきたいと思います。はい、それではダイソーさんの豚毛ブラシで仕上げていきます。軽く豚毛ブラシの紹介をしようと思うんですけども、持ちやすさは結構持ちやすくて、私のサイズ的にはちょうどで、だいたいこの広げたのが20センチなんですけど、大きさ15センチぐらいなんかな。成人男性の手でちょうどいいかなっていう持ちやすさです。でこの横っちょにこのくぼみがこうついていて、ここに指をかけれるんで結構使いやすいサイズと形の豚毛ブラシになってます。毛足の長さもぼちぼちあるんで、100円したらすごいクオリティやなっていう印象を受けます。使いやすいし仕上がりも全然問題ないんで、いつもこのブラシを使わせていただいております。ということで、まずはこっち面仕上げていきたいと思います。はい、ダイソーさんの方で仕上げてみました。おお、結構ツヤ出てるやん、ええ感じ。ちょっとコードバンっぽい仕上がりになってますね。めっちゃ綺麗。おお、やっぱり使えるねこの子は。ええ感じやわ、ええ仕事するわ。やっぱりこれ逆に超えれるって感じなんですけど、プロ用と言いますか、専用品で出てる豚毛ブラシなんで同じぐらいには仕上がってくれるとは思います。果たしてこの仕上がりとぼっち目のクリームのムラもあるような状態がどれぐらい変わっていくのかっていうのをこの後見ていきたいと思います。
続いて反対の面にコロンブスさんの豚毛ブラシを使っていきたいと思います。でこちらのブラシも開封して初めて持ったんですけど、めっちゃ軽い、かなり軽いです。毛足がね、若干短くて、ダイソーさんの豚毛ブラシと比べてみるとこんな感じで3分の2ぐらいの毛足になってます。まあもともと靴用として販売されているんでこの形なのかなとも思います。木の部分の持ち手が円形になってるんで結構こう手にフィットして持ちやすい形になってます。毛の密集度が少しこう空いてるような感じになってるのでクッション感があると言いますか、この間が空いてる分こうしっかりこう毛がしなってくれるんで、このあたりが結果として何か変わるのかなっていうのがちょっと楽しみなところではあります。ということで早速この豚毛ブラシで反対面仕上げていきたいと思います。え、待って、めっちゃやりやすいやんこれ。え、やば。はい、仕上げてみました。どうでしょうか。ツヤはいい感じに出てるんですけど、ちょっとマットな印象ですね。なんか奥行きのあるツヤというか、そこまでこうギラギラした感じでは仕上がってないですね。これコロンブスさんの方で磨いたんですけど、こっちの反対目がダイソーさんですね。やっぱり光の反射の感じ違う。こっちコロンブスさんで、こっちがダイソーさんです。おい、こんなちゃうの。すごい。同じ豚毛ブラシでこんなちゃうんや。全然違いますよ。今これコロンブスさんの方がかなりマットで上品なツヤっていう感じですね。ちょ、まあダイソーさんの豚毛ブラシで磨いた方なんですけど、ギラギラというかツヤがしっかりこう表に浮き立った感じで、本当にもうコードバンみたいな光り方しててかっこいい仕上がりになってますね。全然違う。すごい。何これ、おもろといった感じで、深みがあってツヤが程よく出るっていう仕上がりになりました。はい、ということで今回はコロンブスさんの豚毛ブラシとダイソーさんの豚毛ブラシを使い比べた結果はどうなるのかっていう実験の手入れでした。結果は全然違いました。もう同じようなツヤ感に仕上がって、どっちの方がツヤが出るんやみたいな対決かなと思ってたんですけども、そもそも仕上がりの質が違いました。こちらが今ダイソーさんの豚毛ブラシを使って仕上げた方です。こうギラギラしたようなツヤがあって、本当にちょっとコードバーに近いようなツヤが出る仕上がりになりました。反対面のこちらがコロムスさんの豚毛ブラシを使った面です。これはさっきよりこうツヤがね、出るは出てるんですけど、ちょっと抑えめな感じなんですが、深みのある仕上がりになってて、かなり渋くてかっこいい感じになってます。これ同じお財布で同じ前段階踏んでもこんなちゃうんや、豚毛ブラシ1本取ってもこんなちゃうんやっていう発見がありました。しっかりこう光らせる仕上げをしたいっていう時はこのダイソーさんの豚毛ブラシ、マットな皮とかちょっと固めの皮とか、そういったものに使いたいっていう時はこちらのコロンブスさんのブラシ、使い分けるのがいいのかなと思いました。豚毛ブラシと一口言ってもここまで変わるとは正直思わなかったんで結構びっくりしてます。これは私自身も今後のお手入れの参考になりました。いや、まだまだじゃんじゃんいろいろこう実験していきたいですね。違いが分かるっていうのは楽しいです。いやー、これプレゼントしてくれた社長ありがとうございます。今日はお手入れの仕上げに使える豚毛ブラシの使い比べでした。ちょっとでもお手入れの参考になれば幸いです。動画の内容がいいなと思ってくださった方がもしいらっしゃれば、チャンネル登録、高評価、コメントなどぜひぜひお待ちしております。またいろんな実験動画とかお手入れ動画アップしていきますので、よかったらまた見ていってください。ということでここまでご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ここでちょっと緊急のお知らせです。現在弊社ハレルヤでは出荷スタッフさんを募集しております。現在たくさんのご注文をいただいておりまして、発送スタッフの方が不足している事態となっております。そこで弊社ハレルヤの革製品を様々な方にお届けするお手伝いをしてくれる方を探しております。詳しいお仕事の内容については、下の概要欄の方に求人ページ貼ってますので、そちらご覧ください。大阪ナンバー近辺の方、もしくは通える方いらっしゃいましたら、ぜひお力お貸しください。よろしくお願いします。よかったら求人ページの方見てご応募してみてください。以上、ハレルヤチャンネルからのお知らせでした。ご視聴ありがとうございます。変わることを、愛せる人を、これからも楽しませたい。